旧軍のラッパはコマーシャル等に使用されております。陸上自衛隊の特技ラッパです。旧軍の命令解放ラッパです。命令解放とは、毎日決まった時間に上級部隊の命令を受領することです。そして陸上自衛隊の命令解放ラッパです。やっちまえか。天人天人早く命令取り一家まで来いよと聞こえたのか。天人とは巡隊で最も古参の陸将で、巡隊隊員の面倒を見る人を天人と呼んでいました。一家とは部隊で命令解放をするところです。次に旧軍の援護ラッパです。ぐちゃ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 ぐの状態を含めた人員の状況と異常の有無を点検確認します。待ってたよ。旧軍の同等ナンパです。鳥が目の前に吠えるかもしれない。そして陸上自衛隊の消防ラッパです。ちゃん
この時で一日の生活が終わり深い眠りに入ります。また若い男性は遠い故郷を思い出し涙して、そこに住んだこともあったとか。最後に全員追悼によります。陸上自衛隊栄誉礼を追悼いたします。内閣総理大臣や第一施設団長等に対して追悼する曲です。本日は特別にここにいる皆さんが総理大臣になったつもりでお聴きください。以上をもちまして、ラッパ吹奏を終了いたします。ラッパ隊が陸上自衛隊の行進ラッパを追悼しながら退場いたします。